オブエクト770とは、ソビエト連邦の試作銃戦車である。設計は、パーベル・イサコフによる。1956年、ソ連では、新型の銃戦車を研究していた。オブエクト770とは、パーベル・イサコフの主導のもとチェリャビンスク、トラクター工場で開発された試験的な重戦車、計画である。オブエクト770の車体前面は T-54 のような傾斜走行になっている。この戦車は乗員4名で動かされた。オブエクト770は NBC 防御システムを装備する。砲塔は前方寄りに配置され、エンジンは後方に搭載されている。オブエクト770は3人乗りのドーム状砲塔を乗せ、内部に 130mmM-65 戦車砲を積んだ。この主砲は砲安定装置と自動装填装置を装備する。また昼間及び夜間用の照準装置が砲塔内に組み込まれている。弾薬は37発を携行し、対航空機用として、砲塔後方のマウントに 14.5mm k p v 銃機関銃1丁が搭載された。オブエクト770は7個の天輪を持つが、上部天輪は持たない。この戦車には、油気圧式のサスペンションが、乗員の快適性とより良い照準性能のために、搭載された。また重気筒4ストロークの DST-10、ディーゼルエンジンが試作され、搭載されている。エンジンには、火球機も組み込まれ、1000馬力を出力し、この戦車を、時速 55km で巡航させることができた。1960年代、ソビエトでは主力戦車の構想を受け入れるようになり、重戦車を機動力のある中戦車で置き換えるようになった。オブエクト770のすべての開発作業は継続されることなく、オブエクト770の試作車両のみが製造された。ありがとうございます。